打率2割4分6厘、28本、OPS8 割7分3厘、フロント、打率低すぎ、確実性上げて。フロント、打率が低すぎる、もっと確実性を上げてほしい。山崎、打率残しました。フロント、ホームラン少なすぎ、お前に求めてるのはそういう成績じゃない。これひどいよな。ホームラン減らせとは言うてないからな。ちなみに年俸は9500万、1億の微増。アップシューズのまま打撃練習をする星野に見つかり怒られるのが嫌だから、今年はアップシューズで試合に出るととっさの嘘をつく。踏ん張りが効かなくなった結果好打者に。中日のフロントって昔から契約更改で余計なことばっか言ってるイメージ。昔た方がトレードさせられたのも選手会長になったから意見してたら生意気だからと干されたんやっけ。親会社の意識が古いよな。阪神巨人は比較的まともなのに。山崎頭きた。 FA で横浜行くわ。山田お前が必要や、残ってくれ。山崎しゃあないな。山田チームを奈落の底に落とす選手がいる。オリックスにトレード。ひどすぎ。横浜行ってたらどうなってたんやろな。これが原因で今でも山田と一切口聞かないらしいね。山崎の本に書いてあった。昔から契約更改の揉め事が一番多いのが中日やねん。先頭全盛期も乗りとか目立ってる裏でどいつもこいつも保留しまくってたのが中日。どんぶり感情な上に言わせとかに無駄に出しまくるせいで他の選手も俺も俺もって感じやったんやろな。中日って渋いかと思いきや、あの年齢あの成績の藤井に複数年契約してたりわけわからん。地味に天才打者よな山崎武して。しかし山崎ってよう楽天で復活できたよな。オリックスじゃ終わりかけてたんやって。こいつ配球打ち覚える前から普通に優秀だったよな。若い頃は反応で打てたけど30過ぎてそれが通用しなくなったんやで。で、楽天で読み打ちを覚えて復活した。大砲と山崎武史って普通に中日時代凄まじい成績残してるのに妙に評価低くないか。なんやかんや言われようと中日時代のジャーマンスポ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。